まあ、なんと傍聴席が満員になりまして、40名ぐらいの席があったんですが、開廷の5分前に来られた方はもう立ち席がないので出ていてくださいと言われてしまいました。傍聴にお越しいただいた方ありがとうございました。今日は2件裁判がありまして、11時10分から、まあ、一般人の人ですね、この人の裁判がありまして、そして、1時10分からですね、上杉隆被告のですね裁判がございました。まあ、文春の守護神と言われている北村陽一弁護士がですね、この2時10分あ1時10分の裁判で代理人として出てこられましてですね、これ、まあ、私の方で YouTube で呼びかけたところ、まあ、なんと傍聴席が満員になりまして、傍聴にお越しいただいた方ありがとうございました。で、まあ、傍聴いただいた方はお分かりいただけると思いますが、要は被告である上杉隆という私の元部下になるんですが、まあ、NHK の一つ下の後輩でもありまして、まあ、本人はジャーナリストを名乗ってるんですが、昨年9月にですね、私15日に、まあ、東京地検特捜部の捜査を受けて9月15日に、まあ、無罪、まあ、不起訴と、いうことが、まあ、これ参政党からの嫌がらせがありましてですね、参政党は統一教会のような危険な集団だと言ったところ、参政党から刑事告訴されまして、東京地検特捜部の方で取り調べを受けておりました。でこれが無事にですね、嫌疑不十分で不起訴処分になったために、9月15日に検事さんの方からお電話いただいて、9月16日にですね、記者会見を開きましたところですね、上杉隆が、立花は嘘をついていると、まだ地検の取り調べは終わっていない、この他にも少なくとも3件の刑事事件の被疑者であるというような、ことを言ってですね、私の名誉毀損したと。でまあ、それが、ね、名誉毀損であるということについては争いのない事実、今のところも争っていません。つまり、私の名誉毀損したことが真実であることをですね、上杉隆側が、つまりこの文春の守護神と言われている、北村陽一先生がですね、立証しなきゃいけないんですが、裁判今日で3回目です。で2回目の時もですね、早く出すようにと言われていたんですが、定数日までに遅れてですね、裁判長からお叱りを受けてました、北村弁護士ね。で、今回も、まあ、1月31日までに書類を出すということで、まあ、期日までには出てきたんですが、その警察沙汰になっていることについてのどのような犯罪で、どのような、まあ、被害者がいるのかについても言えませんと、捜査の妨害になると言ってるんですね。そもそも捜査の妨害になるんだったら、そんなこといちいちね、ツイッターでポストしなきゃいけない、X でポストしなきゃいいんですけど、まあまあ、これまさにだからもう名誉毀損ということで、まあ、ほぼほぼですね、裁判価値が、サスケ、タコ消化、はいね、サスケ君もいます、サスケ君、何で嫌そうにしてんの、サスケ君、はい、サスケ、ね、まあ、ツイッターでそうやって名誉毀損しなきゃいいんですが、まあ、北村陽一弁護士はですね、今日までに出すべきものをですね、出してこずに、これから上杉隆が言ったことについての立証をしようということを言ってきまして、まあ、裁判長がですね、いやもう遅すぎるでしょと、まあ、僕も当然遅すぎるって主張したんですが、もうどうしてもっていうので、あと1ヶ月待つことになりました。次回期日が3月22日だったかな、金曜日の16時30分から415号法廷です。ただ僕今日も決断しました。もう上杉隆くんは全くもって反省がないようなので刑事告訴します。名誉毀損に関しては私がそれを知った日から6ヶ月以内ですので、もう上杉隆君をですね、警察の方に告訴します。で、まあ、いわゆる彼はですね、警察の事件、立花隆が犯罪をしているから、だから証拠は出せないけども具体的な罪状とは言えない。とするとですね、民事裁判で訴えるんじゃなくて、刑事裁判で訴えればですね、彼が本当に僕の事件をね、3件以上知ってるのかっていうのが分かってきます。で、今時代はですね、名誉毀損については、ネット上の名誉毀損ですね、受理する方向で検察がですね、警察ですね、受理する方向で動いていますので、まあ来週、火曜日遅くとも水曜日までには、刑事告訴状を作ってですね、上杉隆をですね、名誉毀損罪の被疑者というところで訴えます。でも訴えてしまうとですね、
まあ、これ訴えるときはこれを言わない方がいいんですが、ただもうあえて言っときます。上杉君、ちょっとあなたこそね、刑事事件の被疑者として取り調べを受けてください。あの、彼はね、僕がなんかその上杉隆の電話番号を晒したからって言って、それを理由にね、その文春の守護神と言われている北村陽一弁護士と2人でね、電話番号を公開しただけでこれが業務妨害罪だって言って告訴言ってるぐらいなんで、もうそれを言うんだったらこっちもやってあげるよと。ちゃんとその東京地検の調べにね、僕は言われた通りちゃんと言ってるんですよ。捜査協力してくださいって言って、ちゃんと名誉毀損の、まあ、違法性阻却要件って言うんですけどね、公共性、公益性、真実性、あるいは真実相当性をちゃんと検察に行って証明してるんでね、まあ、これを上杉君もやってください、ということでね。あと、だからこれはだからそうやってね、電話番号公開したからって業務妨害だと、そんな認められるわけないじゃん。で、あともう一個のね、その一般人に関しては分かる人は分かると思いますが、もうこっちの裁判も勝てます。もう今日2件とも勝てます。ただもうあまりにもその一般人の方は調子乗ってですね、 YouTube で稼ぐことをですねやってるので、ただまあ今日の裁判ではその一般人のお母様が、YouTube の広告収入を得てることについて、まあ、認めてくれましたので、これ立証しなくてよくなったんで、それは良かったです。一般人と一般人のお母さん2人を訴えてるんですけども、まあ、これについても次回4月ぐらいかな、2ヶ月ぐらい待ちますけども、まあ、これもほぼ勝訴確定ということで、今日の裁判おそらく2連勝ということになろうかと思います。ということでね、松本一夫さんの裁判、5億5000万の裁判はおそらく来月3月には開かれると思いますが、まあ、文春は またこのね、北村陽一先生、あのね、佐助ごめんね、をね、本当に使うのかわかりませんが、私は文春の守護神に勝てる自信がありますので、ぜひ判決6月ぐらいになると思いますが、お楽しみにお待ちください。以上です。この子はサスケくんで、サスケと一緒に NHK のぶっこい朝からですね、自民党の対馬先生、もうお亡くなり、昨年10月25日にお亡くなりになりました対馬さんのですね、忍ぶ会というところに参列してまいりました。まあ、自民党さんさすがでですね、NHK から国民を守る党の代表者ということで、まあ、私が参列させていただきました。まあ、隣にはね、海江田万里さん、衆議院の副議長ですね。で、右側には、岸田総理の、まあ、代読の方ですね。私の隣の隣は、小泉進次郎さん。前には、ですね、いろいろと、まあ、2列目だったんですけど、茂木さんであるとか、幹事長の茂木さんとか、あと、元総理のね、福田赳夫さんとかですね。まあまあ、自民党の重鎮が、小渕優子さんなんかもいらっしゃいましたけどね。まあ、それに呼んでいただきまして、参列してきたところです。さすが自民党さんだなと。みんなで作る党とかじゃなくて、ちゃんと NHK から国民を守る党に、まあ、招待をいただけたということは、すごくありがたいと思いまして、私自身が、党首として参列してまいりましたが、あとは、今日ですね、家を、まあ、追い出すというか、なんか鍵を開けて中に入ってくると言ってましたけども、11時に朝4人ほどですね、みんなで作る党のに名乗る人物がやってきて、まあ、結局、鍵を管理会社に渡してもらえず、中に入ってくるってことがなくですね、今後法的に争いましょうということなんで、いや、もうどうぞやってくださいっていう感じですね、こちらとしたら。まあ、文書を入れていったということなので、そもそも我々は大津屋が代表者ではないということを主張しています。で、まあそれも裁判所で3月21日に判決が出ますので、まあもし大津が代表者だと裁判所が認めるのであれば、我々はそこは速やかに撤去する、あるいは不動産会社に契約の変更を申し立てるというところでちゃんと対処していきますが、まだね、代表者がどちらかって決まったわけじゃないので、そこまではお互いそういう攻撃的なことを、することは僕はないと思うんですけども、まあ相当大津側は焦ってるんでしょうね。で、まあ今回来た4人ですね、に対しても、大津が裁判負けた時には無権代理ということで、大津がやったことに対しての共同責任を取ってもらおうと思っています。まあいずれにしてもですね、2月5日には追い出すとか、部屋の中に入ってくるとか、鍵を開けるとか、また大津が嘘をついてたと。そんなことできるわけがないということですよ。当然管理会社、警察にも相談してですね、警察が管理会社に確認をして、
鍵を渡すことはしませんという連絡が金曜日に来ておりました。やっぱり予定通りですね、まあ、平気でできもしないことをですね、ルフする嘘つき、大津彩香。まあ、大津から見ると僕が嘘つきに見えるんでしょうね。見えるらしいです。その、なんか IQ160 の人が言ってましたけど、あれその通りだと思いますね。銀座バーにお越しいただいた IQ160 のね、方がおっしゃってましたけど、まあ、大津とか大津を信用している人から見ると、立花があまりにも、いろんなことを超越しててですね、まあ、簡単に言うと天才的すぎて、彼らから、彼女からは、まあ、その詐欺師とか嘘つきに見えるようですね。まあ、これはこれで、もう、あまり、こういうバカども相手するほど暇ではないので、これからもですね、適宜対応しながら、国家国民のために仕事をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。NHK をぶっ壊。